どうもこんにちは。村田祐一です。エンジニアリングマネージャーをしています。東京から最高のグローバルエンジニアリングチームを作るごミッションに活動しています。Twitter と LinkedIn、この ID でやってます。それからメディ u ムでブログなんかも書いてますので、よろしければ皆さんフォローをお願いいたします。さて、それではなんですけれども、本日は日本人エンジニアのための英語力強化法ということで話をさせていただきたいと思います。 最近はですね、結構、グローバルの人材がこう東京でも働き出すみたいなのは当たり前になってきていて、チームの中に英語をしゃべるエンジニアいるよっていうケースって、なかなかこう珍しくなくなってきたのかなというふうに思うんですね。で、一方、日本人ってやっぱり英語話したり、えー、とコミュニケーションだったり、ディスカッションしたりみたいなのって、あんまり得意じゃないのかなというふうに思っているので、えー、と本日は、えー、とそうした、えー、と日本人エンジニアにとって、どうやって英語力を強化していったらいいのかみたいな話をしていきたいなというふうに思っています。 えと3点ほど、えー、とポイントも後で説明していきます。まず1つ目の、えー、とポイントです。なるべく英語を話さないです。えー、早速何言ってんだっていう話なんですけれども、えー、とこれポイントがあって、えー、とやっぱりこう英語って話すよりも書いたり読んだりする方が、えー、とどうしてもハードル低くトライができるんですよね。でなので、いきなりこうハードルを上げて一気にペラペラ喋ろうとするんじゃなくて、これから喋ろうとすることなんかはなるべく完璧に書いておく。 あるいは、えーと、例えばデザインディスカッションをするときとかは、デザインを図に起こしておくことによって、話をするハードルを下げられますよっていう話になりますと。でなので、例えば、デイリースタンドアップで、これからチームと一緒にこう議論しなきゃいけませんみたいな話のときには、えー、と自分で話したいことなんかを過剰書きにして持ってって、なんならこうスクリーンとかに映してあげると、仮に自分の英語力がつたなすぎて、何言ってんだこいつみたいな。 英語しかしゃべれないケースであったとしても、まあ、みんなわかりますと。ね、もちろんで、ねえー、絵が描いてあるっていう形になると、これはもう言語関係なく分かったりするので、まず、えー、とコミュニケーションが、えー、と英語力がつなくても、えー、とうまく伝わるっていうところがでかいんですね。それから二、えー、つ目、えーと、この業界、恵まれてるなって思ってるところなんですけれども、プログラミング言語っていう世界共通言語を我々は思ってるんですよ。 でなんで例えば、どれだけ英語が下手な人でも、最悪、プログラムを見せればコミュニケーションできるんですよ。でなのであのこう、プログラミング言語でこう会話をできちゃうところに関しては、もうそれで貼り付けていっちゃう、えーと、なんかこう言いたいことがあったら、もう GitHub の、えー、とリンクとかを貼り付けてです、ね、でここ、ここみたいな感じでコミュニケーションしていくっていうところがスタートすればいいと思います。 でそれから最近はリモートで仕事することが多いので、まあ、Google ミートとか Zoom とか使うかもしれないんですけど、無理にこう発言しなくてもチャットあるんで活用してください。あの自分話すのがなかなか抵抗あるっていう場合でも、タイピングすれば結構話せると思うんですよ。 そういうところからスタートしていくと、たとえこう自分の発音がつたなくても、まずコミュニケーションを取れるようになってきますよねで。そういうふうにハードルを徹底的に下げた上で、場数をちょっとずつ踏んでいけば自然と話していけるようになりますよっていう話です。ポイント2つ目です。えー、と簡単にしてから話すです。えー、と世の中には2人のタイプの人間がいますと、まず1つ目が難しい問題を頑張って解く人、もう1つは、えー、と問題を簡単にしてから解く人ですね。でこれ僕は、えー、と小さい頃、 学生の時とかに、えー、と数学で途中式飛ばすタイプだったんですけど、本当に頭いい人って途中式飛ばさないんですよね。であのくくり、共通でくくれる共通項みたいなのを出したりして、どん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 簡単にしていって、その結果絶対ケアレスミスしないみたいな、そういうような人が多かったと思います。で、これは、えー、と何かデザインをしたり、議論をしたりする時っていうのも、えー、と基本的には一緒で、まあ、やっぱり、えー、と本質をつかんで物事をシンプルにしていけば、それの説明ってどんどん簡単になっちゃうんですよ。 でなんで、こう、難しいまま何かを話そうとするんじゃなくて、まずは本質をつかんで、すごく話すことを少なくして、それから英語で話してみてください。でそうすると、だいぶ限られた語彙の中でも、ちゃんとコミュニケーションできるようになってきます。で、結局このところ、この本質をつかむ能力って、問題解決能力に直結するので、まあ、話すことがうまくなるだけじゃなくて、やっぱり問題の解決がうまくなるんですよね。で、じゃあ、その、 簡単にしてから話すみたいなところを磨いていくのに、どういうふうにやっていったらいいのかっていうと、コツがあって、家族に話すつもりで、いつも考えてみてくださいと。えっと、自分のまあ父ちゃん、母ちゃん、あるいは、えっと、奥さん、弟、誰でもいいです。えっと、技術が詳しくない人に何かを勧めしようとすると、ものすごく簡単にズバッと言わないと理解してもらえないんですね。その観点で、いつも常日頃から考えていると、 物事を簡単にするためのコツみたいなのがだんだんつかめるようになってきます。最後、三つ目のポイントです。強みを生かすで、えーと。ここまで言っといて、ちょっと本末転倒みたいな感じなんですけど、英語ってあくまで手段なんですよ。えー、と本当にやりたいことは、まあ、プロジェクトを達成したり、問題を解決したりっていう、えーと、目的は別にあって、英語っていうのはあくまでコミュニケーション、手段にすぎません。と でなのでこう、英語だけ上手くなっても仕方がなくって、あくまでやっぱりこう、そのコミュニケーションをしたいっていう、こうなんだろう、えっと、根底にあるのは、その人に聞けば問題が解決できるとか、こいつに聞けば仕事がはかどるっていうところがあるからなんですね。でなんで、どれだけ下手くそであっても、例えば、あなたがもしオリジナルの子なんだろう。 こう技術力を持っていたりだとか、すごい何かに詳しいっていう話になると、やっぱそいつの話聞きたいっていう感じになるんですよ。お前何言ってんのみたいな感じの、えー、と反応になりつつも、やっぱり聞きたいからちょっとお前の意見聞かせてっていうふうにぐいぐい来たりしますと。でそういうふうに、えー、と自分の得意分野を使ってこう相手とコミュニケーションをとってると、やっぱり自分の詳しいところなんで、説明するときにもやっぱ自信持って話ができるんですね。そうしていく中で自然にやっぱり 技術が磨かれていいくんだと思いますで。それからやっぱり何より興味がある分野の方が勉強って進みます。なんであのどっかの英会話学校とか行ってなんかこう日常会話みたいなのを勉強するよりも、まあ、例えばデータベースエンジンのアーキテクチャですみたいな感じの文章を読んで,でその表現の方法とかを見ていった方がやっぱりもともと自分の興味のある分野だしやっぱり勉強も図っかおりますと。でなのでこので、こ強みををかししてて英語力を伸ばしていく ここを意識してみてください。はい。それでは最後にまとめになります。えっ、ー、と、エンジニアの、えっ、ー、と、英語力強化法ということで、えっ、ー、と、3点ポイントを、えっ、ー、と、説明させていただきましたと。えっ、ー、と、まずですね、なるべく無理して英語を話す機会っていうのを少なくして、ちょっとハードルを下げましょうと。でその次に、物事を難しいまま話すんじゃなくて、簡単にしてから話すようにしましょうと。で、英語力をよ、えー、 生かすにあたっては、やっぱり自分の自信の持てる分野、強みを生かす、えー、強みのあるところで、えー、と勝負をしていくことによって、興味を持って勉強をできるし、自信を持ってコミュニケーションを取っていけるんじゃないのっていう話をしました。えっ、ー、と、本日は以上になります。えっ、ー、と、今日のビデオ、楽しんでいただけましたでしょうか。えっ、ー、と、よろしければまた次回、えー、とお会いしましょう。それではまた。